どうも、しおしんチャンネルのこぎです。まおです。まあ、まおの SNS にも、Twitter にもそうやし、まあ、僕の SNS、そして今回出場してくれる久保田くん、久保田さとむくんと山口ひろとくんの SNS までもこう流れてると思うんですけど、まあ、12月17日の試合が今週の日曜日になりました。あ、何のきっかけやったっけ。東京ですか。東京の車の車ですよね。そうそうそう、2人で東京から帰ってきてて、酔っ払いがめっちゃ暴れてしとるなみたいな感じで、それ1ビットです、田舎遠くねみたいな、そいつら集めてイベントやろうやみたいなったんですよ。あ、そうや、そいつらでやらって、そうです、戦おうそうやみたいな。それもすぐでっけえ会場押されて、次の日ですよね。そうそうそう、でママと一緒にやろうぜって言って、共進っていう格闘技の新団体ができたわけですね。で、その中でマオがもともと K1 のファイターやった、まあ、ガチのリングで戦ってた選手が久保田悟くんとエキシビジョンやるっていうの、賛否があると思うな。そりゃマオと久保田くんがやるっていうマッチメイクに対して炎上っていうか、まあ、数字は取れたわけです、まあ、よくも悪くもね。で、まあ、僕はその山口ひろとくん、前朝倉未来 VS ヤーマンの試合で西谷大成君とやってた山口君ですね、試合が終わったすぐにもかかわらず、まあ、第1回の大会を盛り上げてくれるということで、まあ、エキシビジョンですけど急に出てくれるということで、そこの男気はすごいよな。すごい優しいよなってかな。ありがたい。でも怖いからな、これは本気に行くっすか。それ言わんとこ。いやでも怖いよな、だって兄弟であの殺し合いしてますからね。エキシビジョンでヒロト君とそのヒロト君の男にも見た、見ました。えぐい、えぐい。あれからでもバーンっていきましたね。そうやな、知名度えぐいもんね。まあそんな人とやるんですけど、久保田君と俺は多分親友一緒。久保田君もだってツイッターで書いた時に、久保田君が一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。いやそんなやらないです。まあでもエキシビジョンは強さもあるけど、やっぱパフォーマンス。そうですね。面白く大会盛り上げなかった。倒すとかじゃなくて盛り上がる。観客がうわーってなるような試合も、はい、マオも盛り上げてくれると思うし、ね、まあ、僕も頑張って本気で、はい、倒します。倒すとかじゃなくて言っちゃったから。まあでもヒロト君って多分結構そういうなんていう盛り上げ上手だから。あ、上手です。だから痛いスイッチ入りそうです。打ち合いとかしてきそうです、はい。なんでちょっとどっちが食べたかおもろいやろとか思いそうじゃないですか。思わない。力は入れんくても来そうですね。握らんくてもない、はい、いいよな、マオとかはそれ強いんやから。いや、まあ、僕ですらヒロト君でやるの怖いですよ、ヒロト君になったら。でも、久保田君もマオとエキシしてくれませんかと、それちょっと、えみたいな言って引き受けてくれたから、すごいですね、めっちゃ嬉しい。根性すごいよ。だってマオの試合多分見たことある人とかは分かると思うけど、まあまあ、いや、そんな感じやらないじゃないですか。いや、でもそれを勇気を持って OK してくれた久保田君、そして試合終わってね、はい、すぐにもかかわらず、絶対だってプラスないじゃないですか、ヒロト君。そうやな、に関しては。やのに、マジで。優しい、はい、で俺らにはメリットあるで、興行側は。そうですね。ヒロト君側はメリット。メリットほんまにないですよね。ゼロマジの。マジの。ほんまにないですね。それやのに、試合終わってすぐに出るってなったら、絶対アンチとかも来ると思ったよ。はい、でも、まあまあ、怖かったよ、ファンが優しいから。はい、すごい。嬉しく思います。これからも第2回第3回って続くような団体にしていきたいし、次回大会のことももう馬王と、これはすごいですよね、次回は第2大会、まあまあ1回終わってないからまだ言いませんけど、そうですね、まあそうやっていろいろ試行錯誤して地元福井県を盛り上げていくように、馬王の力も借りて、みんなの力を借り盛り上げていきますんで、とりあえず第1回、まずは日曜日ですね、はいはい、僕らもエキシですけど、もう練習して、馬王とかほぼ動いてなかったのに、まだ体のバッキのケアしてた。俺もまあ、一番なんか最悪やからな。あれやけど。え、タリちゃん。ラウンドガール。ラウンドガールっすよ。ラウンドガールよ。スペシャルラウンドガールしてるかもしれない。でもタリちゃんもな、次回大会、体絞ってあの。ラウンドガールでお願いします。あ、ラウンドガールの方ね。そうそうそう。試合する。試合するっすか。出ますか。スタマン。じゃあ、ってことで盛り上げていくんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ってことで、あの警察、サムネで多分警察映ってると思うんですけど、それそっちが、そうですね。動画の本編、どうぞ。あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。URL にチケットあるんで、で、多分これが出る頃には郵送間に合わないんで、電話します。URL から買った人の電話番号多分書くとかあると思うんで、で、会場で取り置きしとくんで、知らないだけその URL のサイトでよろしくお願いします。当日券は高くなってますんで、前売りで買ってください。ってことで、本編どうぞ。いやな、はい、こんな緊急事態やのにな。じゃあね、僕は今この顔が荒れてるのでマスクをつけてお届けします。急遽動画を回してるんですけど、泥棒が入りました。ガチの
このね、事務員さん、今はちょっとあっち逃げてるんですけどね、映りたくないっつって。この引き出しの中に事務用品を買ったりするお金を入れてたわけですよ。いくら5万円を入れてたんですよ、封筒に。下に隠しちゃったよな、隠しちゃった引き出しに。で、うちちょっと鍵が壊れてるんで、かけてないですよね。今ちょっとこう、5万円を出そうと思った時に、ライトで、カメラついてるんで、入り口に。カメラ見てみようと思ったら、まあ、カメラには暗いから映ってないんですけど、多分これなんかしたら見れるよ、これ。駐車場にも3台カメラついてるんで、まあ、犯人はわかると思うんですけど、急遽ね、これはもう事件なんで。で、動画回します。ってことで、ちょっと警察に電話します。会社で引き出しにお金入れてたらお金盗まれたんですよ。カメラ見たら事件やな、これ。なんでもな、すごいっすよね。そんなことあるんすね。僕言ったっすよ、鍵閉めないんですか。僕言ったら、いや取られたカメラあるでとか言ったっすよ。ガチであるんすね。はい、わかりました。はい、すいません、警察来ろ。あ、何も触らんといて、触らんといてって。あ、今から、うん、ということでね、警察来て動画回せるかな。回せるでしょ、肖像権ないでしょ、あいつら。じゃあちょっと警察来るまでね、ちょっと待ちたいと思います。まあ、次の試合出るらしい。こったらかよな、マジで。お金なんて言ってたら、女の心だけ、ね、しかもさ、これカメラついてる、ね、カメラついてる、ね、ついてるの、あの知ってる人なかなかおらんやん。けど、ライトつけてなかったくないですか、あの動画見る感じ。普通、暗かったらライトつけるっすやん。俺ですらそこにお金置いてあることしなかったよ、ね。普段ここにお金置いてないから。ああ、いやもうその頭が。あーね、さっき警察来て、警察の人らも今回のイベント来たいぞ言ってましたね。あの刑事の女の人のこと。あー、はいはいはい。不敬な。ダメでこそ。ちぇー、やっけ、刑事さん仲良くなってさ、ラウンドバルします。ふちゃくちゃっすよ。まあ、ということで、まあ、こっち来て、まあここにね、カメラついてますね。はい。で、外にも3台ついて、2台か。2台とも。まあ、車も映ってました。なんで、まあ、犯人見つかるでしょう。まあ、引き出しの中から開けて、その封筒を僕は触らないんで、自分以外の指紋がついとったら、それぞれ犯人ですね。捕まるね。5万で嫌ですね。嫌やって、5万で人なんかもう窃盗でもう金庫ぐらい行くならね。俺は身近な人やと思うね。どうも。嫌ですね。僕も、まあ、そうです。そう思います。はい。でも、目星はつかない。誰なんやろみたいな。まあ、でも白い車っていうことは確定しますもんね。カメラは全部あの警察に情報提供して、で指紋も取ったから、まあ、すぐめくれるやろうな。まあ多分犯人は後世か。めっちゃ近いっすよ。後世か。そんな冗談を置いといて、もう絶対誰か身内の仕業だと思うから。僕ちょっとね、あの途中で仕事の打ち合わせが入ったから、ちょっと捜査は途中で、まあ、途中っていうか、まあ全部現場検証終わって、あとの事情聴取みたいな情報提供できることとかを全部、まあ今度警察署に行かなかったんですけど、まあなんだかんだ数日以内で死んではあると思うんで、犯人捕まる寸前とか捕まりそうになったら、もう一回ちょっと動画撮って晒していきたいと思います。捕まるプラス晒されるやから。ってことで警察署に行ってまいります。で、周りから見たら俺らガサ入ってるね。なんか悪いことしてないですよね。しかもこれ年明けか年前ぐらいに動画出すと思うんですけど、エノスでも僕らやられたんでね、これはまあどっかの動画で出します。エノスエグいな。これはエノスが来るですね。これはエグいな。今結果を見とんやけど、これガチで全国ニュースだとおかしくないな。まあ、それはちょっと楽しみに、はい、ね。最近事件が多いんで、これもうエノスかエノスじゃないんだ。俺ら身内の仕業やから 100%。 もう身内に悪いやつがいます。全員潰していきます。インスタとかツイッターとかでは告知してると思いますけど、12月17日に格闘技のキックボクシングの大会があります。たくさんの協賛スポンサーが集まりました。ありがとうございます。橋本真央と2人でこうこれから作り上げていくこの共振、2回3回続けていくにあたって、大会のスポンサーは募集もちろんのこと、選手も次回大会でも募集しますんで、 SNS 等でチェックしておいてください。17日お待ちしております。